はい、どうもリッチです。さあ、今回もトータルオースリーキングダムス超格編続きやっていこうと思いますが、さあ前回ね、行で炎章を滅ぼしました。激戦でしたね。なんとか勝って、今ちょっと回復をしているんですけど、ちょっとこいつ倒したいんですよね。動くかな、まあ、一旦待ちましょう。で、各ね、反乱軍、まあ、黄金属の動きも見つつ、まあ、今、竜長と竜氷と露食軍がいるので、あとそれの殲滅をしていきたいなと。この黄河より北から官軍を消しましょう。で、とりあえず人材いない、誰かいないか。前回遠距離部隊のね、弱さが結構出たので、ごまかしていきたいね。これ兵器の弾ありますよね。11発でしょ。これにしたら、あ、1発増えたね1発でかいよこれは。で、あ、武器も増えました。よし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 、しっかりしていく。聴覚の武器がないね。よしよしよし、アイテム管理大事ですから、アイテムで負けないようにね。あれ、収入ってこんななかったっけ。どうしよっかな、進めますか、ちょっと使うか、どっかで町あげてもね、食料が減るでしょ。あー、町中か。でも任務とかね、やりましょう。一人しかいない。君がやった場合は、人を見つけたいかもどこでもいいよ。はい、入っといてと。できたら収入を伸ばしたいですね。明確に上がるとこ、この辺とかか。鉄鉱脈、結構お金かかるね。収入24しかないんで、ワンチャン減りますから、ちょっと貯めときましょう。すごくね、おだれも流行なんかターン長いな。どうした、外交でなんかやってんでしょうね。おい、もっと北上しろよと。うわ、なんだあの位置、合流する気か。美宝、あ、え、美宝がついたの。お、ナイス、黄金。よし、任せろ。流暢国家をしております。そのために一旦待ったので。あー、鍵が負けたね。あー、疲れましたね。そして交渉行ってくれ。無理か、誰待ち、いけない。敵対者、ね、これ、あー、方位ね。で、こいつにちょっと拠点あげたいんですけど、これ今なら北海の中型町あげれないかな。収入減りますけど、交渉に力与えて、ちょっとこの辺で頑張ってほしいんですね。で、前回は敵がいたから多分あげれなかったとかがあるから、そろそろ受け取ってくれ、領地を。これ北海ね、隣接だと思うんだけどな。違うのか、あ、やっぱしてないのか。やっぱこっからだね。また勘違いですね。だ、こいつがどっか1個取ってくれれば隣接であげれるんだけど、拠点が1個しかないっていうのがね、響いてきてます。あー、これさ、大丈夫かな。頼むよ、負けんなよ。そこで今回行きますから。よし、聴覚も絵舞台も補充できて、騎兵復活したね。これの復活待ってて、兵器もありますと。Serve integrity. Toward glory. I cannot. 確か方角関係あるよね。こんな感じかな。さあ、流暢しね、ここで。彼がいなくなれば。6600。
行きます。うん、まあ数は勝ってますよ。ただね、まあ彼が率いてる秦の国の騎兵と土兵が、まあ、1部隊ずつしかいないんでまだいいですけど、あれが無双しますからそれくらいかな。うん、まあとはね、そうだね、土兵がいるのがいいか。土兵1部隊しかいないですね、通常のやつが。あとは武将の質、6人いるんでね、一騎打ちしましょう。まあこっちも武器揃ってきたんで、あ、データがね、ちょっと見づらいですけど、まあこの2人に関しては一騎打ちできなくはないだろうと。まあ特に馬元気で後方から来る、で敵は騎兵がほぼいないと。ガン引きしましょう。ドン引きですね。どの方が射程が長かったと思うんで、そこだけちょっと気になるかな。だから聴覚による遠隔ブロックで最初はしのご。一応騎兵いるから置いときますけど、まあ敵の騎兵ね、遠距離なんですよ。そんなに多分出てこないかなと。なるほどね、移動できるやつね。多分こうかな、向きとしては。ミスを高くするか。いや違うな。で前回兵器の弾がね、なんと一発増えたんで、もうこれによる勝利が見れるかなと。で一騎打ち組置いておきます。流暢できたかな、あんま覚えてないな。一回使ってるんでね、パラメーターは多分変わってなければ確か高いと思うんですけど。でこの撃歩兵がもう主力だね。前回めっちゃ活躍したんで。あ、騎兵忘れてた。危ねえ。まあ、騎兵は本当に出るタイミングは後かな。ね、これ。おお、いいね、いいね。あ、兵器はないんだ。へえ。じゃあ。ヒア弓部隊作りましょう。ちょっともっと前出すか。やりづらくなっていたぞ。一旦組むか。もっと左行ってほしい。読んどいて左行ってほしいと。一個の兵器これ、あー、これ引いた方がいいかな。向きめっちゃこれ左じゃない、これこうでしょ。まあ、義勇騎兵とか雑魚ばっかりですね。なんとかなるでしょうと。これは右向きだね。一旦こいつは前出します。まあ、この辺でいいかな。で後ろつけて、こっちつけるか。左から精鋭部隊というか、まあ、攻撃的な部隊が突っ込んで、残りは、まあ、うまく展開していくと。ちょっと向き違うな。向き違うんだけど調整ができない。で残った部隊ですね。
対騎兵的な部隊。組みづらいな。こうかな。あ、一個間違えてる。こうか。グループも組めないか。ちょっと待ってね。槍ってこの辺いなかったっけ。あ、これ持ってったもしかして。あっぽいな。これか。難しいんですよね、これ。選択してこうだね。こうするしかないね。わあ、だる。めちゃくちゃだるいんだけど、武器。兵器撃ちましょう先に。まあ来てないからね。あとは調整かな。接近してこないんで、あとはもう向き合わせたら前進します。How many have you killed? Not enough, I think.Shut up! ね、これ。前出ちゃってますけど。引かせてと。スキル確認しておきます。回復ね。めちゃくちゃあるね、これ。ぐっちゃぐちゃじゃん。地形か。あなたじゃ右ですかね。配属していきます。一騎打ちできない系の武将ね。右かな。お前ら全員右だ。これ指揮サークルないね。一人じゃあ派遣しましょう。よし、これ組みました。壮大だな。まあ動いてますね。武将めっちゃ左に固めてるな。右2人で中央聴覚の左3人。狙い決めていきますか。24ね。多分前出ていいかな。一人受けさせます。こうなんなら。あ、でもコブ持ちか。
どういう狙いなんだろう。ちょっと分かんないな。聴覚式で脳にかやって精鋭部隊出します。スペア部隊ちょっと出して、こいつは行っていいか。言いましょう言いましょう。右から圧迫します。弓守備の、あいつ狙いたいな。上がりましょう。で、まあ、ここはちょっとキープで帰ってきた部隊を狙うと。よし、もういけそうだね。ここでグループにしましょう。あー、ちょっと1個グループいらないんだけど、これかな。もう死ぬんで、狙いをチンダーの土塀にします。しぶといな。弾切れしたなりで行こう。上がれ上がれ。よし、次これコブ入れます。土塀を狙っていって数で押してるんで一騎打ちするメリットはないね。こっちにちゃうか。お、受けてよかったな。あ、でも30にどうした。これはアチンの国の重装騎兵います。いけ、おー、ナイス。オッケー。増兵がね、モサを打ち倒しましたよ今。こうなったもどうしよう。追いますか。聴覚行きましょう。ここまで来たら行っていいかな。遅すぎるかな、ちょっと。
もう敵のね、遠距離の反撃も緩いと思うので、あと右側の設定で放っておきます。死にそうじゃん。あ、死んだ。これ強いんだけど。なんか今上がってますね。バゲインちょっと命令聞かないな。来てほしいんだけど。逃げて逃げて。これ使わなかったね。やばいやばい、強い強い強い。これめちゃくちゃ強いんだけど、こいつ危ねえ。ラクシュンやるな。こんな、まあ、無人っていうのはあるんだろうけど、これ言っちゃダメでしょ。途中で武将で勝てると思って部隊引かせすぎましたね。囲んでればまだ。こいつも強いな、にしても。司令って弱いんじゃないの、そういうのに。これは勝ったんだろうけど。OKOK。ちょっと。ちょっと聴覚、あ、大丈夫ですね。立て直しました。ちょっと2人敗北がどうなるのか気になるところです。いや、強い。さすが演技モードですね。でもこんなねえ、魔元気の失態だね。ちょっと出す部署間違えたね。指揮も違いないから、まあちょっと一番我が軍の中で強い魔元気を右に配属した手前、まあ、したせいかで楽春が躍動してしまったと。まあ、被害でいうと全然少ないので、ちょっと武将の被害がちょっと多すぎるかな。死んだのかな。あ、死んだ。やばいやばい、ちょっと人がいない気がするんだけど。どうやっていいんですんだこれ。入れ替えてください。この部隊失うでしょう。サング戦士で、彼は生き残ったのか。任務中の彼を戻しましょう。リコールで、うわ辛いな。ちょっと Remain honest. こっちでいける。2ターン、あー2ターンでかかるか。劉表行くならここで一緒に行った方がいいね。 Serve integrity.ヒア覚えて、あ、いらなかった。あ、入れ替えるか。じゃあこれ聴覚の方入れましょう。 China is people, not its oppressive warlords. 遠距離担当じゃないもんね。あ、でも兵器持ってるやつが死んだか。青を入れないといけないかってなると、死んだの捨ての農地別にどうでもいいかな。小型城は取っといて、
これ収入系ですかね、上げときます。いや、ちょっと人がいないんですけど人が欲しい。こうやって動けない、誰も無理か。Reject corruption. Serve the people. 初めて死んだわけですね。うわ、流氷が動いたらきついね。負けてる。トータク来た次トータク、トータク流氷。これは何、ハグン。めちゃくちゃ遠いですね、駅州の方かな。鍵殲滅されましたね。で、鍵復活しましたね早っ復活。わ、リチョ来た。ちょっときついぞこれ。来た、お、リュウコ死にましたね、殺されたと。おーしおしおしおし、これはあー、あの家臣の人ですか、関連の。これをね、使って成り上がってみたいなことですか。後継者がいますが幼すぎるので成人するまで。加工具ですかね。ちょっと辛いな、こことさ。和平できんの、同盟は平行賞、あ、全体か。これはまあ槍かな、いないので槍で。あ、弓持ってますね、ナイスナイスナイス。任せて、多分いけるか。聴覚出せないですね。で、北がこれどうしようもないな。動いたら南から飲まれるでしょ、多分。長方にあげるか、上等。長方今ここにいるんだよね。No. ちょっと上げた上で北に引いてみますか。農地あるから、多分譲渡をとりあえず上げてやればいけるかもしんない。Greetings. Well met. 19重いな。お金は8000もあるね。スタートじゃ2000から。違う、1000、まあ1000でいいか。めちゃくちゃ取れるね。3100もらって。他のやり方ないのかな、単純に上げるみたいな。まあ、普通に上げれますけど、単純にもね。これで、今離れてるよね。このままだとさすがに、取られちゃうんですよ。どこまで上げるか。牧草地で上げるか。もうこれいっそ北上げるかもう めんどくさいし。でもそれで復活できるかな、ちょっとその辺を考えないとね。こちらの収入もありますから。引きます。一旦で来るか来ないか問題ね。こいつは多分来ないと思うんだよ。囲っての援軍待ちはあるかもしれないけど、多分一旦なら耐えるはず。そこであとこいつがどう動くかだね。あ、怖い怖い怖い。ああ、でも囲みも来ないね。まあ勝てないんで。諦めて引きましたね。ただ、不穏な状態続きます。これも東卓軍でしょうか。新しい東卓来て。こう江東スカロ色の本拠地の方に到着が隠れまして、あ、いや、あげないもん、あげるよ。結構やったな。あー、取ってないんだね。
よし、ナイス、いけいけいけ。もうそれ言ってあげようか。新山、ホッケ全部あげようかな。これまあフルなんで勝ちようがないね。アカシウム知りましたね。全然見づらラックの人口減りました。破損しました。お、時代が動いています。さあ、瓦解しないか、敵の連合軍は。通常に変えて撃っちゃう。裏エース戦裏行くか。いや、どうしよう。多分大軍かな、行くね。あいつは一軍団しか率いてないと思うんで、逆に裏行くか。うわ、なんだこの部隊やりづらいな。騎兵がいないからちょっときつそうっすね。道を考えたら中山方面行った方が近いんですけど、兵器がないか。兵器入れます。雇用騎兵、戦いに備えますね。立って多分こんないらないと思う。あ、でも弓部隊ばっかか。二騎兵の、あ、青じゃない。ってことも騎兵で行くしかないか。三騎兵だねで、なんとか頑張って多分戦うと思うんで、ここ手薄すぎるよね。ちょ、聴覚だけで行ってみるか。でも逃げないはず、逃げれないはず。あ、そんなルートあんの。じゃあはい、まずはここありまして、あ、流暢、これ流暢からの流暢ですか。Ready yourselves. これ帰るべきですかね。Cultivate patience. 物資がないよと。Together, then. ああ、長賀が次のターンが勝負か。ああ、ちょっとここ一部隊でめっちゃ見張ろう。で、平原二軍、ん？ああ、長領か。999ね。収入に合わせちょっと。拠点もうまく分割してやっていきましょうか。とりあえずここにしましょう。ちょ、武将の死も痛いですけどね。まあフルで使ってるんで、ちょっと在野の方が来てほしいです。2人くらいちょっと置いとかないと。ウゴの州なので、これからのね、ちょっとまあ流氷とか、まあ東卓軍とか強そうだしね、その辺が怖いかなと。牛歩遊撃隊長って言うんだ。まあ次回も激戦が続くかなと思いますが、ちょっとイベントも進んでるんでね、何かあるかもしんない。まあ、公金取ってあることもありそうですけど、家臣も死に、流暢も死にと、流行だね、流行も死にと。時代的にはもう190年入るので、反東卓連合の時代に入ります。そこでどうなっていくのか、ね、勝利は見えるのかというところをやっていきましょう。